さあ今回もアルティメットエピックバトルシミュレーターやっていきたいと思います。今回はゾンビ25,000 対、カタパルト500ですね。やっていきましょう。さあ普通のゾンビなんでそんなに速くないので、近づく前にカタパルトが近づいて石を投げかけてゾンビが死ぬのかなと思いますね。どういうアングルで見よう。カタパルト食らう側か打つ側かで、食らう側で見るか。どの辺で打つかな。ね、カタパルトね、起点保持で良かったんですけど、一応アタックでしょ、見ましたね。あんまり動かないのもあれだったんで。いつ打つんだろう。もう打たないと危ないんじゃない25,000 ですよ、カタパルトさん。カタパルトさん500なんで、どうなるかな。近づく両者、この距離はまずいんじゃない。カタパルトさん、カタパルトさん案外ね、飛距離ないんですよね。高低差がいるのかな。カタパルトは近いな。大丈夫かな。どう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 、減ってる。目視できません。いまいち減ってるか分かんないですね。でもここから500台による一斉射撃が来るんで、どうだろう、詰められなければいいんだけど。で、まあ、正直ね、銃とかよりカタパルトは弱いんですよね。威力は高いけど命中率、距離だったりとかはあんまりなさすぎるだろう。近すぎないかと思うので、ちょっとどうでしょうね。当たるか当たんないかの方がでかいですね。あんまり命中精度でいうと悪いものがありますね。何発で壊れるかな、ゾンビの。1まだ1発1発分かんない。ちょっと待って、見てみる。2、3、4、4発ですね。4発くらいは壊れるというところで、25,000が数に物を言わせてくればカタパルトさん終わりますね。のでちょっときついかな。ちょっとね、趣旨変えてもよかったけど、まあいいか。カタパルトで挟み撃ちにしようかなとも思ったんですけど、このゲームの AI ってね、なかなか優秀というかね、行動を分けるんですよね。対象が2つあったら2つに一応分けるんだよ、変数を。なんで挟み撃ち効かないのかなと。どうな、まだ結構カタパルトある方じゃない。あの大群が一気に近寄らない限りは大丈夫だね。後ろも撃ってますか、ちゃんと撃ってんね。カタパルト何個壊れたかな、ちょっと見てみようか。今んところ24台ですよね。25台でゾンビが1200。ゾンビ1200か。2万5000中か。2万5000だよ。ゾンビなんか不可解な仕様くらいか、そうなると。撃っちゃえ撃っちゃえ、どんどん。もっと欲しかったな。いや、1000台くらい欲しかったかな、そうなると。そう、思ったよりカタパルトって飛距離ないのがね、ちょっと分かりますよね。ここまで来ないとあっち撃てないっていうのは欠陥じゃね、カタパルトサイドの問題じゃないですかね。でこの石の数すごくないですか、これ。スローにしてみようか。この数ですよ。もういいや。ちょっとゾンビさんサイドで見てみよう。あーすごいな。これ怖いね、こんなに来たら。これはなんか怖いね。なんて言うんだろうな、こういうディスプレイで見てるとな、サッカーボールがすげえ数飛んできてるみたいな数かな。サッカーボール並みの石がね、もっと大きいんだけど、そういう感じだよね。
見た感じは。まだあんなにいるからな。徐々に近づけてはいるんですよね。どうなるかな。もっとね、まとめて知らないもんかな。死んでるか。まとめて死んでんね。でも結構壊れちゃったな。さあどうでしょう。ちょっとね、予想外なのはね、上からゾンビがね来てるっていうずる賢さですよ。ちょっとそっちに石持ってかれちゃってんのかなっていう。あんまり数いないんですけど、こっちに結構落ちちゃってるんで、その中央に向かうね石の数が減ってるっていうのがあって、そこもったいないですよね。こっちやめていただきたいな、ゾンビさん。最後ゾンビの侵入ルスト当てづらそうですね、カタパルト。なんか真下に打てないっぽくて、なんか他の後ろ側の石でなんとか対応してるみたいな感じですね。じゃあちょっと数確認しようか。カタパルトが今ね3600のキル数なんですけど、ゾンビはもう半分以下ですね、最初のなってるんで、まあ、なんだろうな、石以外の死因があるんですかね、ゾンビさんサイドにと思いますね。で、カザバルトは今のところ5分の1しか失っていないが、ゾンビは半分近く死んでいる。これはカタパルトサンサイドの勝利かな。いいっすね、この。あー、すげえな。この、ズーム欲しいね。こっからズームしたいな。あんまり近づけてないですね。まあでも、徐々にいってるから、逆転の可能性はなくもないぞ、ゾンビさん。これなんて、アメリカ兵とかでも思うんですけどね、こんだけね、勝負すごいとね、気持ち悪くなってきますね。体調が悪くなりそうですよ。ここまで侵入許すのは、ちょっと、やはりカタパルト3サイドの勢いが落ちてきたっていうところじゃないか。1個当たったらなんか5人くらい死んでる感じじゃないですか、これ。ですよね。なんかちょっと範囲が広いね、やっぱり。ちょっとね、私気持ち悪くなってきましたね。関係ないんだけど、この視点で見ますか。うわ、これはやばいですよ、本当に。もうゾンビもあと5000くらいかな。ちょっと見てみましょうか。ああ、5000くらいですね。5000くらいじゃないですかね。ちょっとこっちから攻める数増えたね。地獄だな。よし、どうしよっかな。どこ視点にしよう。斜めアングルがいいね。あと何人か見ましょうか、そろそろ。あ、すげえ、もう全然いないじゃん。800らしいですね。700切りますね、もう。カタパルトあんまり減ってないというか、キル数が全然合わないね、カタパルトは。なんだろう、もしかしたら1個で倒せる敵が1でカウントされてるのかもしれないっていうのがあるね。例えば1個で5人死んでもキル数は1になるかもしれないってことですね。だとすれば違和感がない、キル数だと思いますよ。2万5000でキル数6000はありえないんで、単純に1個あたり死ぬのが3とすれば普通に合うしね。いや、勝ちましたね。ちょっとカタパルトいいっすね。ちょっと射程距離に問題があるだけでなかなかいい。じゃあ次回はちょっと弓でやってみるか。どうしよっか。2万5000は多いな。時間かかるな。カタパルト対弓とかやったらどうなんだろう。それいいですね。やってみよう。ということで、じゃあまた次回もよろしくお願いします。